いつもと同じ日ね。授業の調子は？どれだけ重いんだ？おい、ちょっと。びきともしない。それを乗せた誰かは墓荒らしを想定していたんだろうな。はあ、俺が何者か知らないんだな。全然。オクセンフルト大学応用考古学部ベアモント・ジョンヌ教授だ。ある古地図に記された通り、この棺の中には貴重なエルフの書物がある。ダルアー文書だ。アインエルとアインシーでの紛争の新事実が判明するかもしれん。手伝うか？わかった、開けよう。ブローデ・グリュイン。吸血鬼だ。ここで再生するんだろ。あと5分だけ。もう1358年か。いや、じゃあ失せろ。こんな奴に出くわすとは。じゃあもう一度開けろ。なぜだ？中にエルフの文書があったか？俺は見てないぞ。寝る前の読書が趣味で枕の下に入れているのかもしれんぞ。眠らせておくべきだ。でもその方がいい。信用しろ。これ以上頼ませるな。吸血鬼と話したいんだ。さあ開けようか。万事うまくいけば今日にでも序論を書き始める。歴史学部の霊長類どもは顎が外れて落っこちるほど驚くぞ。なんだ、またか。1時間おきに起こすことにでもしたのか。もうよせ。起こすべきじゃなかった。話をさせてくれなくて残念だ。何か知っていたかもしれないのに。あまり話したくはなさそうだった。そうかもな。まあいい、ありがとう。